2019年3月2日、お台場海浜公園、レインボーブリッジの方向です。手前に見えるのは、屋形船ですね。この海浜公園前は、夜になるとこういう屋形船が出ることが恒例となっています。また、土曜日などで、非常に多くの方たちが、楽しんでます。